さあ、行きますよ。なるほど。宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし、参加するには条件があります。またかい？まあいい、聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族の者を連れて行きたいのです。知っている方がいれば、大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで、誰を連れて行くんだい？コルド大王ね。軍を君に任せて隠居していると聞いていたが。ええ、パパよりも私の方が強いですから。しかし私の家族です。悟空さんたちと同じチームとはいえ、あくまで一時的なもの。他に私のことをよく分かっているメンバーがいた方が私も安心しますので。まあいいだろう。じゃあ他のメンバーは悟空たちに任せるとしよう。おや、あれは。もしかしてあなた方はサイヤ人ではないですか？何？サイヤ人だと？ああ、だったらなんだ。私はサイヤ人とは因縁がありましてね。別の宇宙のサイヤ人がどんなものか確かめさせていただきましょう。大丈夫だ。ここは私に任せな。別の宇宙にもサイヤ人がいるとは、これはいい機会になりそうです。まさかフリーザ、スーパーサイヤ人を軍に誘うつもりか？悟空さんたちに手を出すと怒られる。他の宇宙のスーパーサイヤ人なら倒しても問題ないでしょ。死なせたらルール違反になっちゃうから、死なせない程度に戦わないといけないけどね。なるほど、そういうことか。すべての宇宙を含め、我が一族が最強でなければならんからな。僕とパパの二人でかかれば大丈夫。僕だけでもいけると思うけどね。なんだ、さっきからごちゃごちゃとうっせえな。そういう乱暴なところもそっくりですね。本当の宇宙一が誰なのかを分からせて差し上げましょう。何言ってんだ。
少し黙りましょうか。今すぐ黙らせてやるぞ。さすがだフリーザ、所詮我々の敵では。血が高まり溢れる。何？メール、その姿は。お、パパを落とすとは。少し休みたいところですが、仕方がありませんね。私も本気を出しましょうか。どこだ。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。少し黙りましょうか。死になさい。かかりましたね。今すぐ黙らせてやるぞ。ゲール、大丈夫か。ケフラ。おお、話には聞いたことがありまい。それなら私も真の姿、せめてものタムケにもう少しを。ただ見た目が派手になっただけじゃねえのか。勝負だ。望むところです。合体して一体どれくらい強くなったのやら、少しは楽しませてくださいね。くそー、バカにしやがって。あんたは絶対許さねえ。やれるものならどうぞ。油断大敵。思い知らせてやりましょう。
こっちだ。油断大敵。恨みっこなしでお願いしますよ。言ったでしょ、どんなに苦痛に身をよじろうと恨み邪魔ですね。やるな。ほら。